応、はい、スライドをちょっと持ってきました。持ってきました。これ、うん、これどうなってフルスクリーンどうするか。フルスクリーンどうするか。まあいいや。このままで別にいいや。なんかちょっとこれ、前のワールドワイエーデーで話してたのの、ちょっと、話足りなかった部分っていうのを、ちょっとなんか、まあ結構生煮え状態なんですけれど、持ってきました。で、これ、トップにこれ画像持ってきてるの、これ、僕好きなセザンヌっていう画家の、あれなんですけれど、まあなんでこれ持ってきてるかっていうと、まあ別にこれ実は本題とあんま関係ないんですけど、まあ BCI って結構マルチパースペクティブみたいな言い方っていうのはできるな、みたいなのを思っていて、まあちょっとこれ、ただここには繋がらないです。繋げようかなと思ったんですけど、頑張ってもちょっとこう、パスが見つからなかったので、ちょっと。絵画のパースペクティブと絡めて、はい。はい。ただなんかパースペクティブの話はちょっと出てきます。うん、で、ちょっとこれ、まあ前、ワールドアイエーデーで話したやつの、一番最後の方に、今日名前の読み方だと。なんだっけ。トリグレ。トリグレ。リンスカウク、クを入れる。クリンスカウク、カウク、ク、さんの、まあ、このあたりの話、GUI に取り組むとき、二つのことを行っているという、考えることと実行することっていう。でもここの整理の仕方っていうのが、まあ、これ MVC は、まあ、この思考の部分っていうのを支えているっていうのと、まあ、もう一方で、既存のこう、オブジェクト思考で、まあ、行動するっていうことが、まあ、全然表現できてこなかったっていう話を、うん、が、まあ、これ DCI さん、今日ちょっと、わきさんも帰っちゃいましたけど、っていう話をしていて、まあ、僕、これ、すごく、こう、この思考と行動っていうのにむちゃくちゃ引っかかりがあってですね、うん、で、まあ、この思考っていうのは、まあ、これは、リンスカウさんが言ってるのは、もう、マクルハン的な文脈だなと、まあ、自分の、こう、脳が、コンピューターのメモリーに、こう、というか、ま、コンピューターが、ま、自分の脳の延長として、こう、活動できるっていう。シャドウみたいな。そう、イリュージョン。イリュージョン、ね、イリュージョンですよね、だから。っていうのが、ま、その、この思考、MVC っていうところでやりたかったことだっていうので、まあ、これはさっきの引用部分なんですけど、まあ、コード、まあ、DCI でやりたいと思っている部分っていうのは、間違いなくこの行動っていうところにある。っていう。で、まあ、これ、前登壇の時に、前の登壇の部分は、だからこの思考っていう部分としての MVC みたいなのを言いたくて、で、ちょっとこれ、まあ、完全に伏線だったんですけど、デカルトを持ってきてたのは、まあ、これもそうですね。これブログの、あれで、アラン・ケイの、ピアジェ引いてる部分で、述語的な知識と操作的な知識みたいな言い方をしてるのと、で、結構僕の中ではすごく引っかかりがあって、まあ、この対象物が、まあ、まあ、A は何とかだっていう、述定的な記述ができるっていうことと、まあ、この対象を使ってどういう操作ができるみたいな理解の仕方をしているっていう、まあ、要は二つのメンタルモデルがあるみたいなことを、まあ、DCI の中では結構考えられてるなと思っています。はい。述定的な知識っていう言葉は、はい。どっかで規定されているこれ。これは、アラン・ケイのダイナブックのテキストで、あれ、なんで見てればいいんでしたっけ。あ、そうだ、そうだ。すべての年齢の子供たちのための。はいはい。ちょっと、どうか。あ、これですね。この辺でピアジェの話を書いてるところで、ピアジェ、うん、その、まあ、知識のありようみたいなのを、教育の、どのあたりだっけ。厳密にその、述語的、操作的っていう話ではないんですけれど、うん、
操作、多分操作モデル、あ、これがまず、このあたりか、知識は一連の操作モデルとして獲得されっていうところと、でですね、ここですね、この本質的に論理的公理や述語定理などではなく、まあ、この操作モデルっていうのはアルゴリズムやストレテジーって呼ぶべきものだと、これはまあすごくアドホックなモデルなんだっていう話なんですけど、まあこれ、今の教育、今のっていうか、まあ当時のアラン・ケーがいた頃の教育っていうのが、まあ要はこう、この対象物はこういうものだよっていう述語的に教えていたっていうのがあって、でもそんなことは結構どうでもいいから、まあ数学学ぶにしても自分でなんかこう解法を見つけてって、まあある問題をこうアルゴリズムに変換してってっていうことをやるのが、その学ぶことなんだっていうのを、まあ、アラン・ケーは、まあ、ピアジェとかの中から考えていて、まあ、それをこう、述語的っていうのと、操作的っていうふうに、まあ、言えるかなと思っている。操作的が、アルゴリズムです、ね。アルゴリズムの、はい、操作的が。はい。で、その、っていう。やり方を学べ。あ、そうですね。やり方も多分、自分でなんかもう、その対象とそのままぶつかってって、なんというかこう、だからまあここでまさにこの、何でしたっけ、この、ベスの方でしたっけ。宇宙船のこう、宇宙船はこんな風に動かないっていうので、そうですね、自分でこのアルゴリズムを修正していくみたいなのが、まあ、だから、学ぶっていうよりも多分自分で作っていくっていうのを多分アラン・ケーはイメージしてると思うんですけど。うん、っていうのが、まあ、ここの、だからこのストーリーは多分ここの操作的っていう方にこう、述語を学ぶんじゃなくて、対象をどうやって述語的に記述するかっていうのを学ぶんじゃなくて、まあ、ダイナブックによってこう、モデルを書き換えていくと、イメージしてる通りになるっていうことが、まあ多分言いたいんだろうなっていうふうには読めるかなと思ってました。で、それでちょっとこう、ブログでもこう、操作的、述語的と操作的みたいな言葉を使ってます。はい。で、これ僕、多分この DCI のこの思考っていうのと行動っていうのと、なんかマッピングできるかなみたいなのをずっと思っていて。あ、すごい連想したわ。はい。で、まあ、それが、まあ、シンキングとドゥーイングみたいな話と、結構関連してるなと思っていて、で、もう一方で、多分この DCI のテキストの、って結構混乱する場所があるなと思っていて、で、それは、まあ、ドゥーイングっていう語が、結構二つの意味で語られている。まあ、それは人間の活動としての行動っていう意味と、システムの振る舞い。これはまあ、コピリアンさんがまずっとこう、What system is what system does みたいなことを言って、で、その、この場合の doing って、だから、こっち側にも、まあ、書いてあるんですけど、まあ、杉本さんがちょっと共有してくれた、まあ、コンテキストも似たようなこう概念の混乱があるなと思っていて、まあ、普通にこう、考えると、コンテキストって、まあ、ユーザーが置かれてる場面とか、状況とかだと思うんですけど、杉本さんが翻訳してもらってたやつだと、もう、象の神経系とかがコンテキストっていう概念で語られてたりとかで、もこれって普通に考えたら、コンポーネントの結合形式ですよねっていう、まあ、そこで語ってた足だったりとか、鼻だったりとかって、あれってコンテキストって言われてるけど、まあ、確かにそう理解できなくもないんだけど、なんか結構こういう概念のこう混乱みたいなの結構あるなって思っていて。そう、今の理解してる。後者の方で。後者の方で。あ、はい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 、はい。このコンポーネントの結合形式っていう意味ですよね。はい。それはあたりも、ものとして。はいはいはい、はい。この辺結構僕、気になってるところで、まあちょっとこれ。舞台の比喩を使ってなかったですか？あ、そうです、ね。はい。演者と、アクターっていうのは、その舞台の場みたいな。はい。コンテキストで、ちょっとこの辺。あ、doing とかも、まあ、そのシステムオブジェクト、システムとかオブジェクトとかが主語になってる場合と、人間が主語になってる場合とかあるなっていう
多分アクションっていう概念にも多分あって、で、結構で、その辺がなんでこんな意味の二重化みたいなの起きてんだろうなみたいなのが結構思っていて、でですね、これが、僕、これはもう完全にもう哲学からも引っ張ってきてるんですけれど、これ僕すごい好きな、というか、今日、これ、僕大学時代にこう、哲学の先生と一緒に読書会して、唯一こう出版されている本に僕の名前の、が、こう、後書きにこう、感謝のあれで載ってるんですけど、まあ、この本が、ですね、この、まあ、目と精神っていうのは何を比較してるかっていうと、思考の世界と行動の世界に比較をやってるっていうのがあって、まあ、目っていうのは、セザンヌとか、まあ、近代芸術家で、精神は、まあ、デカルトのことなんですけど、まあ、これちょっとこう、おいおい説明するんですけど、まあ、図式的に言うと、まあ、思考とか、まあ、精神って言われるデカルト主義が何かっていうと、世界に対して直接的に関わらずに対象物の記述が可能な世界っていう。で、この思考の世界って、うん、まあ、世界内の物体に対して、どうやってもインタラクトしない。まあ、身体に対してさえインタラクトする契機が存在しないっていうのが、まあ、デカルトが残した、こう、問題として存在していて、まあ、デカルトは、だから、こう、精神がどうやって身体を動かすかっていうことが何も説明できないから、脳のどっかにこう消化体みたいなもの、インターフェースがあって、なんかその、なんかこう中に人が乗り込むロボみたいな。そうそうそう。そう。身体を動かすインターフェースが全然なかったんですよ。その思考っていうものに。で、それを批判して出てきたのが、まあ、要は現象学っていうので、まあ、これが、だからこう、まあ、人間はそんなこと言っても、こう、身体を動かしてるし、対象に対して、まあ、そのハイデガーのハンマーとかって、まあ、そうなんですけど、別にこう、対象物の客観的な記述ではなくて、まあ、意味解釈として、まあ、これはなんか釘を打つためのものとか、そういう世界に生きてる。まあ、これを世界内存在っていうふうに、まあ、現象学では言いましたと。で、メルル・ポンティがこう、意識してるのは、ここの対立の部分で、世界内存在としての、こう、ある特定のパースペクティブから見た、世界っていう話と、で、デカルトの話は、こう、パースペクティブが欠如した世界記述の世界っていうふうに、比較しています。で、ここのものの見方が、どうやっても統合することができないものだっていうふうに、メルロ・ポンティは考えているっていう、のがあって、まあ、ちょっとこれ僕、その目と精神の中ですごい好きな文章なんですけど、まあ、レール、遠近法の中でよくこう、比喩に出てくる鉄道のこう、修練。小説展。そうですね、小説展の話で、これ、まあ、ちょっとなんか言い回しなかなか難しい。そう、フランス人っぽい。そう。世界として存在するために私にとって存在する世界みたいな言い回しで、これ、まあ何を言おうとしてるかっていうと、まあ知識としては平行線が交わらないっていうことを、まあ人間は知っているっていうのがあり、もう一方で、まあ知覚上では平行線が交わっているっていうふうに、まあ明らかに見えている。遠近法でと。あ、そうですね。で、これが、まあ、要は対象の現れ方として、というか、まあ、そういうふうに見えているっていうことと、もう一方で知識として、まあ、これが修練してるなっていう認識してるっていうことは、もうすでに、こう、自分の、こう、知覚っていうのを離れて、うん、これが平行線だっていうふうに認識してるっていうのがもう一方にある。うん。っていう、その、まあ、客観的な記述っていう、まあ、とか平行線っていうのは、交わらないものが、まあ、平行であるっていうふうに定義できるっていう、まあ、術語的な定義と僕は、まあ、思ってるんですけど。で、まあ、メルロ・ポンティ的には、まあ、行動の世界っていうのは、まあ、後者だというふうに考えている。まあ、もう一方で、こう、対象の芸術性も、まあ、拒否してないっていうのは、まあ、さっきの、世界として存在するために私にとって存在する世界っていう、なんか、厄介な言い回ししてるのは、はい、その、さっきのこの、平行線、交わらない平行線っていうことによって、こう自分の視野からこう、抜け出て、うん、要はこう超越的な視点から見ると、二本の線は平行であるっていうふうに、こう一歩で見ているっていう
なんて言えばいいんですかね。それがだから存在の自立性なんです。例えば、だからその、遠近法で書かれた絵画そこに空間があるって思うイリュージョンと全く同じことだ。超越論っていうのと、超越論っていうのは、要は永遠であるって言って、さっきも出ましたけど、水は多分ね、6年後も水だろう。うんうんうん。いう話ですね。それがその水が平行線ってことですか。そうそうそう。だから、あ、でもまあそうですね。水可能な通信。やって、うん、誰からしても、それはその通りだねっていうような、要は論理の世界。はい、その知覚を超えた部分ですよね。はい。の、その、従来のその、哲学的な領域での、その存在の確からしたみたいな話につながる部分のことを超越論的っていう。あ、そうなんですね。はいはい。してるんですね。あ、でも、その子がいなくなっている。なんだかも。なんか落ちちゃった。でもさ、平行線がさ、本当に近づいて見えるとかさ、ハーブ的に説明可能なんで、あ、はいはいはい、それが私の世界ってのはちょっとよくわかんない。そのですね、客観的にさ、それは遠近法なんで、客観的に多分、平行線がどっかでこう、まじ、はい、見え方をすることは合理的に説明できるじゃないですか。はい。これ、ですね、僕、また別で、こう、ちょっと、なるほど。いると思います。ええ、はいはい。これ、まあ、パノフスキーっていう人が書いてる遠近法の文章があるんですけど、その中で、パノフスキーだったの？ですね、なんだっけ。まあ、遠近法の出発点、ルネサンス期に遠近法が発明されましたっていう時には、まあ、そこの客観性とその主観性って結構曖昧なというか、別にそこまで区別がなかったんですけど、その後、デザルクみたいな、その、射影幾何学とかでしたっけとかが出てきて、あ、このテキストですね。で、もう一方で、その、もう一方でというか、その後に美術の中でキュビズムみたいなものが出てきました。まあ、さっきのセザンヌを再解釈して、キュビズムっていう絵画が出てきました。で、これは複数視点、対象物を複数視点から見ますみたいな、解釈をしているんですけど。それ超越的ってことですか？そうです。デザルクの考えも、空間を自律的にするために、その視点を、どこの視点から見ても、なんて言うんだ。記述できるような空間っていうのを構想しましたっていうのが、そのデザルクの射影幾何学だみたいなことをパノフスキーは言うんですよ。で、もう一方の、だからその遠近法、その視点が特定の視点からしか見られていないっていうことは、その中で忘れられてきたっていうのが、まあ、これ多分なんかあんまり、なんか美術史の人もそんなに言ってないから、なんか僕独自の発見な気がしてるんですけど、このパノフスキーのそういう読み方って。でもまあなんかそういうこう、その、遠近法ってだからある視点から見たっていう、問題を射消していくっていうプロセスがこう歴史的にありましたみたいな。だからそれは空間の自律性っていう、まあデカルトでいう延長っていう概念が自立するっていうことをこう明確にしていくためには、その、あらゆる視点から見られるっていう、だからまあメルル・コンティはそのデカルト的な視点っていうのを、まあ世界に偏在する神って言ってるんですけど、まあでも奥行きっていうのは、自分が、自分の視野の中で対象物がこう、競い合って何か他のものを隠しているっていうのが奥行きという現れなんだっていうんだけど、デカルト的な視点から言うと、それをこう、上から見て、ある距離に変換し直すみたいなのが、デカルト的な、その、この知識としての平行線みたいな形に多分なるんですよね。自分の視点を決めてるよね。あ、はい、そうです、そうです。だから、任意に視点が、記述できるっていうのは、多分世界が自立してないと不可能で、でもこう、メルロ・コンティとか、ハイデガーとかは、もう世界の中にいるから、そういうこう、任意のこう、視点の選択っていうのはできない。人間はそういうふうにそもそも生きていないっていうふうに、現象学の中では考える。で、ここら辺がだから対立するというよりは、なんかこう、まあ、自立性を拒否しないっていうのは、まあ、まあ、二つのモードが同時にあるみたいなこと。そうだと思います。そうだと思います。だから、これが、だから思考としての対象と、なんか僕、こういうつぶやきしてたのは結構そういう、その、うん、わかる。すごいハーマンっぽいと思う。はい。結構そういうのが、僕、DCI の中に見出してるのって結構こういうものを結構見出してるなと思っていて。あ、なるほど。
その、で、まあ、コプリエンさんは、まあ、DCI の概念というふうに整理してるかなっていう。まあ、これは多分アレクザンダーの整理だと思う。アレクザンダーの概念を、まあ、こういうふうにこう、DCI に対してこう、考えてるかなと思うんですけど、ちょっと足りてないかなと思ってるのが、ランタイムって概念、これってどこにあるんだっけっていう、結構、まあ、ずっとこう、DCI の中でもランタイムって概念ってすごく語られてるんですけど、まあ、データとロールが、結合して、まあ、オブジェクトとしてこう存在するバーが、まあ、ランタイムになってると思うんですけど、まあ、実際そうだと思うんですけど。でも、コンテクストが設定された以降の世界というか。そうですね、うん。そうだと思います。で、ただ、だからそのコンテクストっていうのが、だからプログラミング言語としての DCI っていうのを考えたときに、どこに存在してるんだっけっていうのが、その舞台だと思ってます。ということは、それはランタイムということですよね。うんうん、そうなんですね。なんかそこら辺が、でも、送金します。はい、はい、はい、はい。ロールはコンテクストを分離してると思うんですね。そうですね。だから、僕も言ってたよ。そう、うん。いや、役が、劇が決まったら役者が自動的に決まる必要が。僕は、なんかコンテクスト間でロールのその、再利用ってしないのかって言ったら、そういう、それはあり得るかもしれないけど、そんな必要性はあんまりない。ないかもしれないとかいうか、だからあれじゃなんか、映画が変わったら同じマクベスがハムレットに違う意味ないでしょ。マクベスとハムレットは違う。うん。再利用できないです、ね。うん。だからローラーコンテンツが続いてるっていう。最近はマーベルシネマティックユニバースって言ったんですけど、ね、再利用が行われてる。小津安弘なんか似た説がいい。ああ、そういう。まあ、だからこれを、ロール、あ、でもまあちょっと、その、なんだっけ。この、What System Does っていうのが、これってこう自律的な意味でのこうシステムが何を振る舞うかなんじゃなくて、これってユーザーのその振る舞いへの期待ですよねっていう時に、で、じゃあまあランタイムって何なのかっていうのが、結局それって実行されてる環境そのものなはずなので、振る舞いへの期待があったら、まあ、振る舞い、まあ、あるオブジェクトにこうインタラクト して、それに対してこうフィードバックが返ってくるみたいな世界っていうのが、まあ、結局ランタイムだと思うんですよね。うん、で、で、そうすると僕、こう整理し直した方がいいのかなと思っていて、まあ、データはまあ、what system is でいいんだけど、まあ、ロールは多分 what system to do みたいな言い方して、で、what system does ってこうランタイムのことじゃないかっていうふうになんかちょっと思いましたっていうのがあります。そうそう、で、まあ、まあ、ランタイムの概念は結局重要なんだけど、まあ、この辺は DCI でも結構よく語られることで、まあ、オブジェクトっていうのは、まあ、ランタイムにあるメモリのことだっていうのは。これはクラスじゃなくてオブジェクトっていうのは結構ありますよね。そうですね。DCI では結構語られることかなと思っていて、で、まあ、この辺がなんか、まだそこまでこう明確に言語化されてない気がしていて、こう、そのランタイムに、あるオブジェクトだっていう概念が、この辺、まあちょっとこの辺、まあ語られてるんですけど、言語としてまあどうやってモデル化するかとかっていう部分とかって、なんかコンテキストの方に全部こうランタイムの処理載ってたりとか、まあこれはコプリエンさんのあれがなんですけど。でも、あの、私さんが翻訳したさっきブログ出てたあの記事でも、後半っていうか最後の方にひたすらそのこう、ランタイムでどうやって、ミクシにするだとか、トレイとかなんだかんだってやってる、あのごちゃごちゃしたところが分かりにくいっていうのが、じゃあなぜかっていう話で、はい、多分ある。そうです。そうです。そういう感じでは、まずランタイムに、で、その、データと、それからロールってのが結合されると。さらにダイナミックでなくちゃいけなくて、一回結論するけど、とりあえずすることができないといけない。うん、で、ロールっていうのは別にランタイムで属してるっていうよりもコンテクストの属性と。ランタイムの中にコンテクストがいくつもあるから、コンテクストが違ったら、一つのオブジェクトが違うそのロールを、あの、結合することはあると。ということ。だからランタイムは、あの、場面っていうのはまあ場面なんだけども、コンテクストよりもっと広い。コンテクストより広いと思う。うん、まさに実行しないと。まあそうですね。この、多分、まあこれはマルチパラダイムデザインとかで、コプリエンさんが話してる、まあコンパイルタイムとランタイムみたいな、まあ普通にこうプログラムの実行環境とかっていう意味がまず一番強いと思うんですけど、その実行環境の中でしか、
オブジェクトが存在してないっていうのが多分なんか一番やっぱ意味が強いと思うんですよね。その、オブジェクトはね。これは多分ね、レンスカウさんも、まあ、あるテキストで、まあ、要はヒープとスタックで、まあ、ヒープ領域にあるものとこう、スタック領域にあるもの、まあ、それ DCI のこう、プログラムモデルとかを作ってるやつがあって、なんか久保さんに紹介してもらったやつなんですけど、それ見てて、やっぱりこのコンパイルタイムとランタイムっていうのは、まあ、すごいあるんだろうなっていう。共通してますよね。そうですね。うん、で、その上で、こう、ランタイムの上にあるのがオブジェクトだっていうふうには、まあ、考えてるのは間違いない。ただ、このランタイムの概念を、なんか多分、その、結構、モデル化してるわけではないなというか、結構その辺が、こう、難しいなというか、うん、もうちょっと整理したいなみたいなのはなんかこう思ってたりします。もうやっぱ時間のこと言ってるの。ああ、はい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 、はい。わかりました。はい、要はランタイムじゃなかったら何かデザインタイムとかね。デザインタイムとか設計価値とか、はいはいはい、その時点で、データっていうのはクラスの紐づいてないということだと思うんですよ。うん、設計したり、そのデータだから、うん、構造体みたいな属性がどんだけあるとかね。それはあるかもしれないけど、クラスとは紐づいてないと。配役決めるときはコンパイルタイム。あなたこの役者。はい、はい、はい。あなたもはい、アクション。で、なんかやってるのは。はい、はい、はい。演劇にたすごい、あれしてたから。はい、はい。そう思ってそうなんですよね。そうすると、だからどこに何があるかみたいなのが、なんか、コンパイルタイムにコンテキスト決まってるんじゃないかみたいな気持ちがこう。ね、実際実行時だとコンテキスト決まるんだ。うん。うん、それはだからどのタイミングでコンテキストが決定されるのかっていうのが、うん、だからランクション。いや、もちろんコンテキストランタイムは事前設計されて用意されてるんだけども、うん、それがそのオブジェクトと結合されるのはランタイムなんですよね。そうですね。うん、その時に初めてオブジェクトとロールが結合されるから、うん、まあロールってそのオブジェクト思考の言葉でいうプラスに該当する振る舞いを持ってるもんだから、うんうん、だから、まあ、なんていうの、その時に初めてクラスというロールが決まるわけなんですよね。そう、うん、それまでクラスは、まあ、あれ、細かい、人間とかそういうふうなレベルの分類としてあるかもしれないけれども、振る舞いで結びつきないということだと思うんですよね。うん、僕はフレームワーク作ったんですけど、ロールインジェクター、そのまんまですけど、ロールインジェクターが、オブジェクトに対してロールを注入するとこが、これ、プランタイムです、ね。それは、コンテストに紐付けられたり、そうそうそう。なんで、コンテキスト上でロールインジェクターが最初にコンストラクターで動く感じ。あるコンテキストがランタイムで生成されるっていうのは、あるユースケースにおいてインタラクションが発生したタイミングのランタイムです、ね。はい。まあ、いやもうその最初からです、ね、その舞台が始まった時です。役者が動き出した時。事前に用意はしておいて、はい、ロールと結びつけるのは実際にそれがキックされたっていう。そうです。その前に、コンテキストのオブジェクト自体もまあ作ってるけど、はい、待機してるみたいな。そうそうです。いや、なんかその辺すごく気になっていて、うん、まあ、僕らランタイムは結局何かっていうと、これインタラクションの世界だなと思うんですよね。で、うん、これが完全に決定されてたら、その、あるコンテキストでは、このように処理がもう、こう、動きますってなってたら、結構インタラクションって存在しないなっていう、ものとものの相互作用とかっていうのが。え、それ決まってるんじゃない？コンテクスト。コンテクストで完全に決定してていいんですかね？なんかそこら辺が、だから、ロールは、人間が対象に対して期待するこうモデルだと考えていいんだけれど、その手続きが全部こう記述されてるって本当におかしいんだっけみたいなのはなんかちょっとこう思ってたりはします。それはあの映画の台本かと思ってます。ああ、そうですね。だから映画的であるっていうのが多分問題あるというふうに見えてるんですよね。だからこう、ランタイムがインタラクションの世界っていうのはなんかもうちょっとこう、何なんですかね。まあ、とはいえ、なんかちょっとこう、これ、まあ、この辺、こう、生煮えなんであれなんですけど、まあ、前、なんか、テキストを読み直してて面白いなって思ってたやつが、まあ、アクションとは何かって違う、ユーザーの頭の中にあるアクションという新しい概念みたいな見出しがある割には、アクションとは何かって、
説明が全然なくて、その代わりにまあ、その、インタラクションっていう言葉とトランザクションみたいなのがいろいろ出てくるみたいな、まあ、ここでもう資料終わりなんですけど。うん、結構、いや、完全に生見えで。その、でもこれ結構面白いなと思ったんですけど、そのアクションっていうメンタルモデルが何かみたいな時に、まあ、インタラクションっていうのが、まあ、物と物、まあ、もしくは物と人間との、こう、相互作用、インタラクション。でまあ、さっきの間みたいなものの間で起きてる、こう、アクション作用とかっていうふうに考えて、で、トランザクションって、まあ、方向性を持ってるので、まあ、これデータベースのトランザクションとかも、結構、その、不可逆の流れだと思うんですけど、まあ、これが、だから時間みたいな、考えとかっていうふうにはできるかな、みたいな思ってて、まあ、この辺が、こう、実際に、まあ、こういうふうに説明されてるわけではないんですけど、その、まあ、行動っていう概念を、まあ、どういうふうに考えるかっていうこととしては、なんかちょっと面白いモデルかなと思ったんですよね。その、だからトランザクションっていう形で、こう、時間の、こう、流れが、不可逆になってるっていうのは、まあ、一個面白いなと思ったんですよ。でも、まあ、そこが、こう、なんか明確に説明はされてなくて、だから、まあ、ちょっとそのランタイムが、まあ、多分その時間っていうのは、まあ、多分本当にその通りだと思うんですけど、それが、まあ、不可逆っていうのって結構重要な話かなとは思って、思いました。いや本当にもう、この辺で、こう、生煮えのまま持ってきたっていう感じなんですけど、僕の、ちょっと、レベルが違う感想ですけど、はい。まあ、多分 DDD とかもそうなんですけど、あの文章で ATM が出てくるんです。あ、はいはいはい。で、ATM って、僕の中では、タスクベースシステムの代表なんです。つまり、もうやることがもう、一般論的にやることが決まっています。はい、お金を引き出すのか、振り返る。で、なので、トランザクションって言ったときに、うん、その技術としてのトランザクションというよりは、その一方向性っていうのが、もう ATM っていう存在自体にもう、組み込まれてるじゃないですか。はい、だから、コンテクストがいつ、生じるかって、多分 ATM っていう、その言葉にもコンテクストがある。でも、例えば、それが、なんだろうな、フォトショップとかあったら、まあなんかフォトショップ、多分なんか絵を作る的な感じでも、でも、ATM とかに比べると全然その、タスク感を持って、要は試行錯誤するツールなので、作ってまた壊して、みたいな。だから、そういう意味で、ATM、なんで ATM、ATM じゃなかったらどうなるんだろうって。なので、ごめんなさい。だから、今言ったコンテクストとランタイム、ランタイムとコンテクストの関係って、あんまりその、ソフトウェアのアーキテクチャの話じゃなくて、もうちょっとその前の、そもそも何のシステムを作るのか。何のドメインを対象にするのかっていうところでもう決定したので、うん、見たですが、ATM の話を出してるのは、セービングアカウント、デポジットアカウントっていうのが出てきて、はい、それがその、ソースアカウント、インベスティングアカウントで割り振られる。ただ、どっちもその、もともとその、元々が、ソースアカウントだったり、デスティネーションアカウントだったりするので、それはその時の舞台に割り振られる。それを言いたいだけじゃないかなと思うんですよね。うん、その関係が動的だと。だそれがランタイムなんですよ。うん。だからあらかじめ決まってない。そうそう、どっちが操作アカウントなのか。アカウント A が B か、はい、分かんないですね。で、そう、実行されること自体、全くこたつスペースに、だだだだだって進んでいくんで、そこについてのインタラクションっていうのは多分ないと思うんですよね。オブジェクトとかのインタラクションはあるけど、まあ、人間とのインタラクションっていうのは多分あんまりないんじゃないかと思うんですよ、ね。あ、そう。そこら辺が本当にそうなのかなみたいなのは結構あって、うん、っていうのもすごく引っかかるポイントとしてですね、うん、僕いくつもこのテキスト本当に引っかかるポイントがあるなと思って、すごい面白いなと思った場所、前ちょっと杉本さんにツイートしたやつの中で医者と患者の話したんですけど、あれ僕、DCI のテキストで医者と患者の話出てきてて、
で、これこか。この GUI に取り組むときっていう、この話が、まあ、これは多分基本的には、MVC の話なんですけど、まあ、インタラクティブなプログラムを用いるっていうのは、まあ、医者がプログのか、プログを患者の機関室内に通すようなものだっていう、うん、この辺って、もう IDE の話してると思うんですよね。結構、そういう風に見えるんですよ。だから多分、だからこれ、本当に、この辺は、ポプリネさんと、レンスカウさんも、これはなんかスモールトークのシステムブラウザっぽい。そうなんですよ。そういう風にすごく見えるんですよ。うん、そう。そうしか思わない。そう、だからここで言ってる GUI って、IDE のこと言ってるんじゃないかって思えるんですよ。スモールトーク、ね。スモールトーク的な環境の話をしているように見える。だから、そこにコンテキストメニューからインスペクトってしてデバッグが立ち上がるという、ね、システムブラウザだから。そうなんですよ。普通にスモールなの。当たり前のように本人的には。うん。スモールトークだから、普通に書いたらこうなった。でもそれが他の人には分かりにくい。うん、うん。そういうことみたいには、なんか、すいません、この、ちょっと、この分野のところはちょっとフォローできたんですけれども、さっきのちょっと一つ前のコンテキストとランタイムの話なんですけれども、その、リエンスカウさんが作ったベイビー IDE っていう、DCI 向けのスモールトークの拡張があるんですけれども、そこではコンテキストは、まず、スモールトークではコンテキストっていうのは、実行時の、分動態だから、つまり、新言語というか、の、スタック、コンテクト、スタックネームのオブジェクトなんですね。もう一度、このトークでは、実行中の状態をコンテキストと言って、それもオブジェクトなんですよ。うん、うん。で、おそらく、リエンスカウが、それを知っているので、コンテキストは、多分、スモールトークのコンテキスト、実行時の、CPU の状態を表していると思うんですよね。それで、実際に DBID でも、コンテキストは、そのスモールトークのコンテキストをシミュレートする形で実装されているんです。うんうんうん、これが少しヒントになるかなというのはちょっとお話ししようかなと思った。ちょっとそう、その、スミさんにこうブログ書いていただいてまだこう試せてないんですけど。Facebook の方に、まあ、リンクが貼ってきましたけれども。まあ、そうですね。でも、スモールトーク読まないといけないから、なかなか難しいんですね。BIT は、こちらですよね。そうですね。これは MVC と、コメントの方に書いてみます。すみません。あ、清水さん、すみません。マイクからもう少し離れていただいた方が聞こえやすくなると思います。わかりました。はい。このぐらい離れれば大丈夫ですか？そうですね。かなり感度いいみたいです。あ、そうです。このあたりで、そう、コンテキストの概念がもうちょっとこう、実装上どうなってるんだろうなっていうのがまだ聞けてない。ちょっと共有画面をいただいてもいいですか？これは、どうすればいいんだっけ？共有一回解除していただけると。解除？はい。あれ？ちょっと待ってください。あれ？これどうすればいいんだ？いや、こうか。うん。だからこっちの方で、これが VID のソースなんですけれども、コンテキストの定義がこういうふうにありまして、今、これは実行中のコンテキストの
ものなんですけれども、まあ、コンテクストをこう、スタック、コンテクストスタックというのオブジェクトがあって、まあ、このコンテクストがそのスタックに積まれていくっていうような状態が表されてるんですけれども、これはまさにスモールトークでコンテクストがオブジェクトになっていると一緒なんですね。例えば、そうですね、例えば100の会場を実行すると、100の会場を作るわけですけれども、これを途中でこのようにやって、やると、デバッカーを立ち上げられるんですけれども、デバッカー、もう一つのデバッカーっていうのは、コンテクストオブジェクトのブラウザーなんですね。ブラウザーのインスペクターですね。それで、例えば、このファクトリアルがコピーされるとどうなるかっていうのが、このインプで入っていくとわかるんですけれども、まあ、ファクトリアルの定義はこういう定義なんですが、その時のコンテクストオブジェクトの状態がこうなってますよっていうことで、まあ、これでインスタンスじゃないんで、いまいち結論がないんですけれども、そのコンテクストオブジェクトとしては、どこのバイトコードを実行しているかとか、そういったものが、ここに出てくるんですけれども、この区画が、このペインの区画が、そのリストコンテクストって言って、スモールトークではその6つだけ、なんです。予約が6つしかないんですけども、セレクトとかスーパーとか、まあそんなものの中の一つにあるのがこのリスクコンテキストっていう予約法で、これは自己中のコンテキストに直接アクセスできる、予約法なんですね。スミさん、これ、はい、プログラミング言語によって継続って言ってるやつとか、はい。C 言語であのセットジャンプ、ロングジャンプとかと同じようなやつですね。そうです、そうです。似たようなものですね。これはオブジェクトで表現されているので、スモールトークは継続を、おそらくリーダーランデで実装できる。唯一というとご用意があります、ね。数少ない言語の一つだと思います。うん。なるほど。面白い。あれ、これってランプスナップショットそのものみたいな、ある、こう、ランタイムの、あるタイミングで止めた時のスナップショットっていうふうに認識しても大丈夫なんですか？ディスコンテクストって。ディスコンテクストは、スナップショットに、そうですね。厳密に言えば、この、オブジェクト化されてるだけなので、スナップショットというふうに、スナップショットですけど、まあ、オブジェクトとして、このユーザーランドに現れてますので、変更は可能なんですね。人口の時に何か状態を表すオブジェクトができているということですね。そういうことですね。そのオブジェクトとして、まあこれもユーザーイリュージョンの一つなんですけれども、実際には自己中がコンテクストのオブジェクトとして存在しないんですけれども、デバッグはコンテクストとして、コンテクストオブジェクトとして現れていて、でそれを直接操作するから可能です。そして、そうすれば、デバッグ中では、そのように動くということ。なるほど。鷲見さん、今ちょっと私、すっかり分かってないんですけど、この前、たまたまデバッガーがコンテクストとして動いているということなんですか？たまたまデバッガーがコンテクストとして動いている。コンテクスト、デバッガーを起動すると、まあ、デバッガーを起動すると、デバッガーを起動するのはあるなんですけれども、プログラムを止める、何らかの形で止めると、インタラクトすると、その時のコンテクストを取り出すことができる。デバッガーは、それが現在のコンテクストを取り出しているということですか？そうですね。デバッガーはそのコンテクストのインスペクターとして働く。ということ。コンテクスト自体はデバッガーには関わらず、実行の都度生成されていると。実行時は実際には存在しないんですけれども、止めて観察すると、その時には、コンテクストはコンテクストとして存在するので、ユーザーから、実行中にコンテクストが存在、コンテクストオブジェクトが存在しているように見えます。テンポラリーにボロボロって、アプリケーションを持ってる。
さすがさん、これって、このコンテキストって、要は、自己スタックに限られてる話ですもんさ。つまり、その、一回この、コールスタックが積まれて、そこから抜けた後で、取った、はい、コンテキストを別のところで呼び出すと、VM の過去の状態が見えるようなものではないですよ。過去の状態が見えるものではない。例えば、このコンテキストを、例えば、これで、ここの例で言うと、この後にまた、このアクロニアのコンテキストに振りますよね。で、これが過去、その親のスタッフの状態。完全にこういう話ではない。そうですね。だから具体的に言うと、その、このコンテキストっていうのは、その今、プログラムのどこの位置を実行しているみたいな情報も持ってるわけですか？そうですね。まあ、全く、その、普通の言語のスタッフと、スタッフと一緒ですね。イメージ。それをゲットとして表現されている。これは DCI のコンテキストと違いますよね。多分違うと思うんですけど、でも、多分、なんか、ベイの動きをシミュレートしてるんですね。多分、その、コプリエンさんと、その、リンスカウさんだと、イメージ、テキストって語のイメージ違いそうだなっていう。そうなんです。そこが、ね、僕が、コプリエンの文章を読んでて、いつも思うんですけれども、スモールトークでもやっぱり、実装者のインガルスと、アラン・ケイの間には、差があるんですよね。で、それと同じようなことが、リンメイチケアみたいにあって、リンスカウと、コピエンさん、実際のプログラムに、DCI を利用しようとするコピエンさん、解釈しようとするコピエンさんとの間にちょっと相互があるんじゃないかなっていうのは一応感じます。僕もなんか、だから、そのコピエンさんの実装を見て、すごくコンテキストっていう概念がすごく性的片付けの世界っぽい感じがずっとしてて、すごくこう手続きが決まってるし、手続きが決まってるというか、リポジトリ、トリグベってこう名前がついてるリポジトリ見てると、なんかそこがすごく気になってたので、今の、見せていただいてすごくこう、面白かったです。そうですね。ですから、まあ、ちょっと最初に言いますけど、スモールトークの実装っていうか、クリエンの実装と、あと、リエンスカーさんの実装とっていうのを比べてみると、面白いかなという気がします。じゃあ、レストと違って唯一の正解があるのとは違う世界だ。今度は。すでに提唱者足りないので。いや、だから、神様が実装、積極的に実装するタイプの方だった場合です。これが。いや今の非常にありがとうございます。ちょっと生に言うときます。僕ももうちょっと研究すればお答えできたんですけれども。まだちょっとここはヒントあるだろう程度の情報しか示せないんですけれども。やっぱりスモールトークやるべきやつ話じゃない。いや、本当にそうです。それはそうだと思います。僕も今日だったら1年くらい触ってすごい勉強になった。そんなに触ったんですね。結構やってます。ただもちろん、スモールトークでやってることが正解ということではなくて、さっきの話の中でも言うべきだったのは、物事を正しく理解するためにオブジェクトをモデル、オブジェクトでモデリングして、それをシミュレートするっていう作業と、あとはプログラムティックに、そこで理解したものを、そのサービス提供するときの実装っていうのは、本来は分けるべきじゃないかなというのはちょっと議論なんですけれども。分けるべき？はい。つまり、その、シミュレーションで、その、分析をするようなものは、多分パフォーマンスが出ない、スケールしないと思うんですよね。だから、あるときから、で、スモールとかできたのは、アルトが、いわゆるタイムマシンだったというところがあるんです。その1970年代のパフォーマンスのコンピューター、もちろん、80年代においては、アルトは、まあ、クラス程度のしかなかったんですけれども、70年においては、スーパーコンピューターだったんですね。
で、それを使うことによってスモールトークを最適化せずとも10年先の UI を実装することができた。それによって未来を作ることができたんですね。だから今のコンピューターで、実用速度でスケールするようなものを作ろうと思ったら、そのままズバリを実装してはいけないっていうのがあるんじゃないかなっていうのは、その教訓から僕は個人的には感じます。やっぱりスタートの、まあ、悪く言えば手抜き、よく言えば最適化を出す必要で。だから、そのモデリングをする際も、全く同じように、現実世界で全く同じようにモデリングするのは、シミュレーションをして、分析をするには必要かもしれないけれども、そうじゃなくて、サービス提供する場合は、その、必ずそうあるべきではない。という考えが、最近、頭を抱えています。なるほど。まさにスモールトーク自身がそのメッセージパッシングをその小コスト化したのに似てるような話ですよね。そうですね。小コスト化によって、まあ、もちろん、スモールトークを実践的だと思う人はいないかもしれませんが、実は昔は銀行システムなどにも使われてたんですよね。だから、まあ、ある意味、ある程度の実践性は持っていたんです。で、そういうことが可能になったのは、実際のメッセージングっていうシステムの分析のための、フューチャーモデルをやめて、その小コスト版のメッセージを採用することによって、似たようなことが可能であるっていうことを自立したからじゃないかなっていう分析です。なるほど。逆に今のこう、今のパーソナルコンピューターのパワーを使って、改めて、まあ、もし仮にの話で、スモールトークがその、非同期のメッセージングとして再設計されたらどうなるんだろうな、っていうのはちょっと考えると面白いです。それはよく言われることなんですけれども、ただね、アランケー自体も、自身も、スモールトークの話を失敗と思っていて、やっぱり、実際のメッセージ送信は、受けしないっていうふうに解釈してた。結果、やっぱり、小コスト版、のメッセージングを知ったところだっていうふうに僕が理解してます。これめちゃくちゃロマンのある話で、今の現代のエンジニアがなんかすごい非同期メッセージングで DCI を作って、なんかよりこう、当初のあり得たはずのスモールトークの可能性に近づくみたいなロマンがまだ残されてると思って。